先日、海外のアニメ配信サービス、クランチロールが、第7回クランチロールアニメアワード2023の受賞作品を発表しました。これ、毎年発表されているアニメアワードでございましてね。規模感がかなりでかいんですよね。第7回クランチロールアニメアワードはですね、200カ国以上の国と地域から1800万票以上が投票されて、まあ、その年の、まあ、いろんなね、各部門ごとのアニメを決めていこうみたいな感じのものになっていくんですけれども、この受賞式ってずっと海外で行われていたんですけれども、今回ね、第7回目にして初めて日本で初開催 されましたで、その受賞式の模様はですね、生配信されていたんですけれども、もうめちゃめちゃね、登壇される方々から、会場から何か何なるまでめっちゃ豪華でした。で、実際の結果見ていく前に、このアニメアワード2023の対象作品っていうのが、昨年11月から翌年9月までの作品になりますので、21年の11月から翌年22年の9月までに放送配信された作品が対象となっております。で、ちなみに前回のアニメアワード2022のアニメオブザイヤーに輝いた作品っていうのは、進撃の巨人ファイナルシーズンパート1に まあ、それではね、世界最大規模のアニメアワード、クランジロールアニメアワード2023の結果見ていきたいと思います。まずは、アニメオブザイヤーを含めて21部門受賞作品が発表された中で、最優秀オリジナルアニメ賞が、リコリス・リコイル。最優秀ロマンス作品賞、かぐやさま・コカラス・タ・ウルトラ・ロマンティック。最優秀長編アニメ賞、劇場版呪術界1000。最優秀継続シリーズ賞が、ワンピースになります。ここから部門ごとではなく作品ごと見ていきたいと思います。一つのタイトルが複数の部門を受賞しております。 ましたまずはこちら「スパイファミリー」「スパイファミリー」は最優秀コメディー賞エンディング賞新シリーズ賞助演キャラクター賞「何があっても守りたいキャラクター賞」の5部門を受賞しておりました「何があっても守りたいキャラクター賞」って一つだけやけに具体的なんですけれどもねアーニャが受賞しておりましたね お次はこちら、鬼滅の刃遊楽編鬼滅が受賞したのは、最優秀アクション賞、アニメーション賞、キャラクターデザイン賞、監督賞、ファンタジー作品賞の、計5部門を受賞しました。まあ、そしてね、それぞれ5部門ごと受賞した、鬼滅とね、スパイファミリーよりね、多く受賞した作品がありました。それが、進撃の巨人ファイナルシーズンパート2でございます。え、進撃の巨人は、最優秀アニソン賞、ドラマ作品賞、主演キャラクター賞、オープニング賞、作曲賞、声優賞の、計6部門を受賞しました。 このアニメアワード2023で最も多くの受賞をした作品でございました、まあ、以上がね部門ごと受賞した作品たちだったんですけれどもやっぱ鬼滅とね進撃スパイハミリーこの三作品の強さがかなり際立っておりましたね、まあ、そして惜しくもねノミネートはされていたんですけれども受賞を逃してしまった作品っていうのも多数ありましてま個人的には好きも含めてね無色転生86メイドインアビスあたりはね何かしらね受賞してほしいなと思いましたノミネートはされていたんですけれどもね、まあ、それではねクランチロールアニメアワード2023のアニメオブザイヤーに 輝いた作品はなんとこちら サイバーパンクエッジランナーズでございました。いや、まさかのエッジランナーズでしたね。いや、エッジランナー確かにめちゃくちゃすごくてね。僕も個人的な2022年のナンバーワンアニメに挙げてるんですけれども、この作品ってもうめちゃくちゃ個性が強くて、刺さる人はもう大絶賛するんですけれども、まあ嫌いな人は極端に嫌いっていうぐらいにですね、本当好き嫌いが二極化するような作品なんですよね。まあそれぐらいかなり尖っているので、まあこういうなんだろう大規模なね、こういうアニメアワードとかで、すごいアニメオブザイヤーに輝くっていうのは、なかなかびっくりなことだと思いました。ということで今 今回は世界最大級の規模感で行われたクランチロールアニメアワード2023の結果を見ていきました。圧倒的人気のね、鬼滅スパイファミリー、進撃巨人が多数の部門を受賞していく中で、まさかのアニメオブザイヤーに輝いたのはサイバーパンク1ランナーズだったっていうね、かなり意外な結果でございました。皆さんの人もコメント欄にお願いします。それではまた。